俺はヒロシ、名古屋鉄道で運転士をしている。運転士の仕事はまあいろいろあるけど、人の人生を運んでいるようで、大きなやりがいを感じているんだ。しかしすごい雪だな。昨日の夜から雪が降り始めたが、そんなに雪が降るような場所ではないから、最初は軽く考えていた。でも朝の5時頃から大雪警報が発令され、正直まさかという気持ちだった。いつもより早く家を出た俺だが、その推定積雪量21センチという雪だ。平常運行は難しいだろう、そう思っていた。視界が悪いな。今日俺が運転しているのは名鉄3100系第994列車、2両編成の可愛い車両だ。6時頃に出庫し、いつものように茶所駅を出発、その後は新岐阜駅、笠松駅を走行し、笠松駅から新鹿島駅を往復する。しかし雪のせいでどうも視界が悪い。なんだか調子が狂ってしまう。でもどんな時も平常心、常にその場に適した行動が重要だ。お、雪止んだか。笠松駅から新鹿島駅を2往復し、再び笠松駅を発車した10時頃、雪は止んだ。このまま止んでいてくれればと思うが、雲行き的にまだ降りそうだ。いつもの天気がどれほど幸せなのか身にしみるな。ここまでの雪が降ることは珍しいから、いつもより不便さを感じつつも、普通のありがたみが身にしみる。でもまさか思わないだろう。到着した後に待っているのは交代じゃなく大騒動だなんてさ。よりにもよって俺のボンミスで。雪が降ってるから慎重に。俺は終点の新鹿島駅に進入する際に、曲線の速度制限箇所を20センチ以上の積雪を理由に通常時よりも低速の通過を試みる。俺、常用ブレーキ4ステップを使用した俺。しかしここで想定外のことが起きた。思ったよりも減速してくれないのだ。俺は減速のため7ステップに強める。しかし減速しない。なんで。心臓の鼓動が速くなっていく。もうすぐ終点だ。このまま減速できないとなると大変なことになる。別に普通の駅ならばそこまで心配する必要はない。だが俺は焦っている。その理由はただ一つ、この電車が到着する終点は高架にあるからだ。つまりこのまま止まれずに到着すると電車は落ちる。その先にあるもの、それは死なのだ。非常ブレーキ。俺はとっさに非常ブレーキをかける。すると減速するものの、やはり思ったようにブレーキが効かない。嘘だろ。止まってくれ、早く止まってくれ。うわあ、このままじゃ落ちる。そして助かった。落ちてない、よかった。なんとか助かったようだ。俺の運転していた列車は壁高欄に衝突し、 2.5 メートル高架からはみ出した状態で止まった。先頭で運転をしていた俺が高架からはみ出ている状態だと気づき、後ろに下がる。この時に乗っていた乗客は6名。車掌の案内によって外に出て、幸いなことに負傷者は出なかった。だが、それからは大騒ぎだった。一体、何が起きたというんだ。それが…事の顛末を上司に報告する俺。しかしここで、俺のミスが原因でこの事態が起きたということが分かった。大雪ブレーキは…じゃないよ。オフにしたままだったのか。それは…なんだ、はっきり言いなさい。レール頭頂面より上に積雪がある場合に使用するということですが、そうではなかったので。バカか。レール頭部下面まで積雪がある場合だろう。そうなんですか。そうだよ。おい、それじゃあお前の勘違いで大雪ブレーキがかかってなかったってことになるじゃないか。嘘だ。大雪ブレーキというものがありながら、俺は条件を満たしていないと判断してオンにしていなかった。そもそも条件の前提を俺は間違えていたわけだ。バカ野郎、お前は死ぬところだったんだぞ。すみませんでした。本当にすみません。つまりこの事故は俺が大雪ブレーキさえかけていれば防げていた。俺はその後謹慎処分になり、仮に運転手として復帰することはできてもかなり居心地の悪いものになるだろうと言われた。そしてこの一件がきっかけで、大雪ブレーキをかける基準が枕木、砕石が見えにくくなった時にオンにするという分かりやすいルールに変更された。さらに新鹿島駅にも改良が加えられ、列車の停止位置を35メートルほど前の駅である江木良駅寄りに移設。砂利盛りも
第2種車止めの約30メートル手前に移設され、長さも6メートルほど延伸された。まあいくら分かりづらいとはいえ、俺のヒューマンエラーによるものっていう事実は変わらないけどね。自分の記憶違いによって自分の命を脅かすことはきっと珍しくない。時には初心に帰って自分の中の当たり前を再確認することも必要なのかもしれないな。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ミラミラ探偵団。